ばんは。お待たせしました。ごめんね、結局家からになっちゃったんですけど、許してください。あと最後の最後の日のくせにめっちゃ T シャツですいません。メールもまだ2020年から送れてないので、明日送ります。まあ明後日までなんで、メールはちょっと明後日までに送らせてください送らせてください。こんばんは。ちょっとテロップ入れるわ。さあ、いよいよ明日になりましたが、皆さん、ショールームも明後日までのはず。なんかブログに書いてなかったっけ、誰かちょっと見てください。いや絶対明後日のはず、私明後日って聞いたよ、見たよ。え、書いてたよね、明後日だよね、31日までできるよね。大丈夫。こんばんは。毛がちょっとあれでね、755消えます。消えんのかな、わかんない。もう消さなくてもいいかもしれないけど、投稿はしませんね。まあそれも選べそう、残しとくか消すかとかも。けど何、携帯か、確かに。まあ残しとくっていう形でもありなのかな。今日卒業公演前に親友ちゃんとご飯に行ってきて、がっつりスシローに行ったんですけど、お手紙もらっちゃってさっき泣いちゃった。お手紙もらっちゃった。残念ながら親友ちゃんはお仕事で来れなくて、明日リーちゃんは使ってて、私は使いません。はい、私は使いません。でも今日はお昼に唐揚げくん食べて、夜って言っても5時半くらいにお寿司食べて、スシロー食べて、もう今日はそれで終えました。ちょっとカラコン取るね、疲れたので。取れない、爪がさ丸いと取れないからか。あー食欲ある。なんか人といたら食べれるけど、なんかあんま一人だと食べようって思えなくて食べなかった。久しぶりに私も唐揚げくん食べた。まあでもお昼は唐揚げくん食べたし、
つり食べたので、まあ、今日ちゃんと食べたのが一食みたいなもんだけど。ツイッターは別になんか投稿することがあればするだろうけど、別にそんな頻繁に投稿はしないかな。なんかお知らせとかがあったら投稿します。でもなんか、分かんない。緊張はずっとしてますね。パチパチの音する、そうなんだろう。どう？あ、そう、TikTok 載せたので見てください。あと Twitter も、間違えた。インスタのストーリーにも違うバージョン。載せました。治った？なんだろう。本当？でもたまに。耐えてください。まだしずこも起こせてないので、早めには終わりたいって感じですね。なんかいろいろ準備が間に合ってないから、なんかランちゃんが卒業後の時すっごいバタバタしてた気持ちがすごいわかる。なんかまだそのスピーチ話すことも考えられてないし、なんか明日の準備とかもろもろまだちょっと追いついてない。やること多い。今夜の考えは複雑じゃないですか。難しい質問。難しいね。複雑です。明日の準備、差し入れの準備とかまだ全然できてなくて。なんで11時前くらいには終わろうかなと思ってます。アップルチョコ食べて。10時半か11時、どっちか。まあ、でもカラオケって言ってもそんなずっとカラオケしないから、多少話したりとかもしたいなって思ってるんですけど、
そうでも泣きすぎると明日の美酒最悪になっちゃうからちょっと控えないとなって思ってて、ちょっと明日はもう最高級な美酒にしたいので、湯船にはちょっとたくさん浸かりたいのと、マッサージストレッチして、もうずっとドクドク言ってる。明日は卒業公演の終わってからドレスを着てちょっとだけ、多分言っても15分くらいしかできるかもわかんないんだけど、15分だけショールームします。なのでみんなが多分帰り道とかにショールームしちゃうかもしれないんですけど、通知オンにしておいてください。あと朝もちょっとだけやろうかなと思ってます。まあお話し会があるとはいえ、私のファンの方が揃うこともね、きっともう明日が最後だと思うので、すごいしんみりしてるけど、みんな明日のペンライトカラーは何色ですか？質問したか。正解。紫です。もう明日は紫尽くしですよ。なんか汚れてんだけど、マスカラついてんのかな。でも自分がこんなにまず痩せれると思ってなかったので、マイナス 3? 今日も誤差ではあるけどマイナス4してたので、マイナス4から3してました。頑張った、ありがとう、頑張ったよ。でも結局ダイエットしてるとはいえ、ここ数日は結構外食ばっかだったので、まあ外食したとはいえ夜ご飯食べなかったりとか、うん、間食お菓子あんま食べなかったりとか、もともとあんま食生活気にしてなくてずっと食べてたんで、それが太る原因ではあったんですけど、あんま食べないようにはしてたので、まあ本当はあとマイナス2くらいしたかったけど、でもここのねお肉が本当になくなった。頑張りました、ありがとうございます。明日食べれます、もう明日の夜食べれます。まあ、そうだね、めちゃくちゃ無理をしたダイエットではないから、まあ食生活気にしてたら痩せるだろうなって自分で思ってたから、何食べよう、まずポテト食べたい、ポテトと
ラーメンとかニンニクとか焼き鳥食べたいし焼肉も食べたいし、まずはでもお酒飲みたいですね。私はちょっとお酒飲みたいです。本当顔のライン綺麗、嬉しい。まあもし付き合ってる付き合ってくれるメンバーがいたらメンバーと一緒に晩酌をしたいと思います。あ、レモンサワー飲みたい。なあちゃんはモーニングコンパスじゃないかな。でもすごい一気にリバウンドしそうだけどね。まあでも自分が食生活を気をつければ体重が減るってことが分かったので、なんかちゃんとダイエットしたのが初めてだったから気をつけます。もうでもずっとなんかこの辺がドキドキしてる。あと昨日鬼滅を見ました。昨日放送だったんだよね確か。え、マイくんかっこよすぎたよね。びっくりした、マジでめっちゃかっこよかった。マイくんがなんか最後感ないな。まあ最後じゃないけど31日はわりかしゆっくりできるとは思うんだけど、何時からするとかは決めてなくて、また決まったらツイッターでお知らせしますね。誰もが目を奪われてく君の髪を切てゆう曲の中一番欲しかったか。頑張って覚えた。でも推しの子まだ見てないんですよね私実は。緊張してるのよ、なんかそうずっと緊張してるんです。緊張してるんですよ。そう踊り方めっちゃアイドルしてた私。マジで明日っていうかまあそう明日卒業します。でうんだから明日が劇場公演がもう最後です。まあでもアイドル人生も最後です。てかお話し会があるだけなので、最後です明日で。もう早かったね。でもこの2ヶ月くらいがすごい早かったかも。誕生日からコンサートまであって卒業までがめっちゃ早かったかも。湯浅さんいらっしゃるのかな。いらっしゃらない気がする。だってさだって別にそんな私好かれてないから
かれてない出た。いやこれじゃあみんなかけてくださいいらっしゃるかいらっしゃらないか。だってレイちゃんがね雫公演出るってな、雫公演で卒業後公演しますってなった時はなんか嬉しいですみたいなツイートがあったけど、私が卒業公演雫になりましたみたいな、卒業公演のメンバー決まりましたみたいな投稿したけど何もなかった。否定して、そんなことないよって否定してよ。いそうそうなの。だからいや私はね大人の人に好かれる才能っていうものを持ってないからな。そうなの。おいや遅い遅い遅いみんな。媚び売るって言ったらあれだけど、大人の方から好かれるのって難しいからね。おおでもこの中高2くらいまで大人の方と喋った記憶がなくて、割と最近東京上京してからなんか大人の方と喋るようになったって感じする。自分でもなんかそのマネージャーさんは仲いいんだけど、そのマネージャーさんよりなんかなんだろう上の立場の方とか、そう例えば制作の方とかだとあんま喋らない。辻さんもまあ一応なんかマネージャーさんだからお話もできる。嫌いじゃないファンは多いって、なんかすっごい難しい日本語。服部好きなファンは多いよでいいのに、嫌いじゃないファンは多いよみたいな、なんかいやなんかネガティブな、やめてください。辻さんもはや友達、いやもはやね、そうもはや友達なんです。いや今日のツイッター何載せようかなって、もう最後だけど別に載せる写真がなくて、もうでも早めにカウントダウンしようかな。何の写真がいいかな。キョムね、なんかキョムって言葉ってすごい可愛いって思うんだよね。キョム、何の写真がいいかな。愛の色、いやここに来て愛の色ってなる。
や本当はね AKB 新聞さんのグラビアのオフショットとかを載せたいところなんだけど、めっちゃ漏れてんのよ。ガチ漏れなんだよね。だけど載せられないからまだダメ。明日公開かな。でも明日待っててください。めっちゃ漏れてんの。漏れてるってもう顔もだし、おっぱいも漏れてるんです。はい、頑張りました。あ、それか成人式の頃の、成人式の後撮りの写真、ドレスもほとんど載せたけどね。後撮りしたとし、後撮りの写真激漏れ。おぱいちゃん、いや載せた気がするな、後撮りの写真。いつ載せたかな。インスタにも結構載せたけど、ちょっとめっちゃ昔さかのぼっていいツイッター。でも、私は別にそんなちっちゃいのでね、ちっちゃいので、ちっちゃいなりの激漏れおぱいちゃんなので、あんま期待はしないでください。普段よりはちっちゃいけど、そう、普段よりはできたよっていう。成人式ってめっちゃ前だよね。私ツイッター遡れない、最悪最悪。どうしたらいいかな。もう同じ写真でもいい、最悪許される。新読み込んでくる。こうする。
もうね、ツイッターこんな毎日更新もしないだろうからね、今後は。激レア、激レアだよ。毎日投稿って結構大変だからね。みんな知ってると思うけど。顔描こうかんっても許してな、もう。プラアカって何？プラアカって何？あ、プライベ、どういうこと？プライベートアカって。これは何アカウント、今公式アカウントってこと？プライベートアカウント作ってってもうプライベートアカウントじゃなくなるじゃん、もう。あ、裏アカってこと？裏アカ作って公開したらもう裏アカ、私の裏アカの意味ないやん、もう。そういうこと？裏アカは裏アカにさして、裏垢は裏垢のままにさせてよ。だから別に消さなくていいんでしょ、別に。公開したら表アカウントでしょ。え、どういうこと？え、どういうこと？こっちもどういうこと？こっちもどういうことよ。もう一個作る必要なくない？だってあるんじゃん、今。アカウントいらないでしょ。いらない、いらない、アカウントそんな何個もいらないよ。いらない、いらない、いらない、いらない。いらない、いらない。裏垢っていうか、もうなんか見る専用のアカウントとかはあります、全然。載せますね。すっごい、だって2年前のやつだからね、これも。載せた。エゴさんも別に本赤いするし、かわいい。もう2年前の卒業発表しぬ、卒業発表しぬ、ちょっと追撃する、リップしないで誰も、もうもう最悪、卒業発表しぬ、ネタバレネタバレしちゃった、卒業発表の。
明日突入発表する。マジでこの成人式のドレス可愛いよね。漏れてる。いっぱいリツイートして。いっぱいはできないけど。あと TikTok で TikTok を置いて。それも好き。明日別に自分だけのファンの人が来るわけじゃないからさ、その私推しじゃない方にも楽しんでいただかないと。いけませんからね。もうずっと緊張してる、マジでずっとドキドキしてる、ずっと考えちゃうもん、明日どうだっけとか。もう苦しいのこの辺が。みんなはでも雫で何の曲が好きですか。日本語何の曲が好きですか。なんか嬉しい、みんながさ、なんかプレゼント持っていくねとか言ってくれて嬉しい。そんな私明日いっぱいもらえるのかな。熱っ熱っ。靴のサイズ 23.5 です。ありがとう、嬉しい。なんか靴いっぱい来そうだな、楽しみ。アクシデント中年、私アクデアクシアクデアクシデント中の立ち位置どこかわからん今。彼女私入れとらん彼女私歌っとらんな。なんかやばい、お米粒ついてた。お米粒。いや、郡司さんにやったねって言われるネタ。それは事故なんだ。トゥーさん担当ですか。いや、それじゃなくて、私はそんなことってあるっていうのが服部ゆら担当です。あ、そう、岐阜のタイミングはみんないつだか覚えてますか。
やこれはこの前話したので、最長正解、最長です、みっちゃん最長です、なんで忘れないでください最長です、えらい、みんな覚えてて正解、素晴らしい、だから油断しないでね、もう一瞬で終わるから、最長なんで下手のいっちゃん端にいます、覚えた、緊張する、なんか緊張する明日、単純に緊張する、ずっと緊張する、明日の台本まだ来てないし、マジで本当にあの泣かないように頑張る、いやマジで食べられる、泣かない、やばいよマジで、本当にそんなのやったら実はフラッシュだから、デジャブすぎる、マジで頑張らないと、プレゼント何がいいですかって聞かれるけど、何がいいと思う、みんなに聞くわ、私って何が欲しいんだと思う？靴下いらない、そうだよね、なんかみんなのでも気持ちだけど本当に嬉しい、コスメはダメなんだよね、あーでもカバンとか嬉しいかも、あんまもらったことない、でもカバンで1万弱ってむずいか、まあ、フレンチ代わりとか大人っぽいお洋服くれたらまあもちろん喜ぶ、この確かに、でも香水はダメだけどルームフレグランスとかその何ですかキャンドルとか意外と大丈夫なんです、キーケースもらってないです、ルームフレグ帽子ね、あ帽子でもすごい嬉しい、そう劇場はね30まで31まで
31までかもとか、お話し会があってもそうプレゼントとかお手紙は今月までなのでお間違いないよう。そうだからルームフレグランス、ルームミストとかめちゃくちゃ嬉しかったとか、あとはヘアピン、髪飾りとかカチューシャとかだと嬉しいかな。なんか、スイッチのソフトとかでもなんか今あるかなと思ったけど、あんまり思いつかないんで、でも本当気持ちだけでも十分嬉しいので。でも個人的にはやっぱお花が好きなので、ソフトダメだったっけ、私めっちゃソフトもらってたけど、スイッチの。まあ無難にお洋服とか嬉しいのかなとか思ったりするけど、私のこと思ってくれてたらすごく嬉しいです。ソフトいけるよね、 DVD とかもいけるもん。だってゲーム機はダメだけどソフトはいい。明日スタフラ何色かな楽しみ。今いや言わないだく。でもねスタフラね、ちょっとねあのリハしてる時にね、あの上手の方から運ばれてくるから見えちゃうんだよね。リハしてる時に見えちゃうめっちゃねこうやってストレッチとかこうやってやってる時に普通にスタフラ運んでるとこがよいしょよいしょって見えちゃう。ちょっとおじいちゃんがいつもスタフラ運んでるけど見ちゃう。みんなはどう、どんな感じを今だから、そのスタフラだから明日実感するんだろうね。ね、いや、私もずっとこの辺がってなるのさっきから。わかんないよね。いや、まず自分が主役になることが本当に緊張しちゃう人だから、そもそも緊張しちゃうんだよね。でもこの緊張感があればきっと今日の夜はお腹が空かないからよかったけど。いっぱい食べれる。自分が正解で緊張するのしますよ。別に関係なくないですか、それは。しますよ。
やでもそうメールもね明後日で私本当にメール苦手だったメール苦手すぎた覚えちゃうからされる。明日まででよくない。でも明日の公演終わりにさ伝えたいこととかもあるだろうから31日に送っちゃう。私マジ本当に1日時間がないと書けないからめっちゃ遅くなっちゃうかもだけど。みんな気をつけてきてね。梅雨入りっぽいから。みんな明日どこを狙いですか？席は。うん。カラカラだから目が疲れてた。まあでもどっちにも置いてほしいよね。下手にも上手にも真ん中にも。まあドレスを一番最初に見えるのはセンターじゃない。なんか自分のファンの方がどれくらいいるんだろうってすごい未知数で少なかったらどうしようってめっちゃ今それにも緊張してる。何くらい来るんだろう。来るのかな。ね、一回聞いていい？最後に明日の公演来る人もうこれ何回聞くのって感じだよね何回聞くのって感じだよ。この流れが早かったらちょっと安心するんだよ。絶妙だな。まあ、ショールーム見てないっていう人もいるもんね。まあでもそう本当にキャン待ちあるくらいだから、まあ、自分のファンの方だけじゃないだろうけどキャン待ちあるから大丈夫だよね。っていうことで信じていい？でもみんなきっと優しいだろうから紫に変えてくれそう。カラオケしとく？眠って眠って。でも今日は6時間ぐらい寝ました。意外とでも時間なくて
今日は泣いちゃうよ。シンプルにフルーツスノーの歌練習していい？どう？まずありじゃない？フルーツスノーって私どこのポジションなんだっけ？もう動悸がやばい。動悸っていうのこれめっちゃ心臓のこの辺が苦しい。ああ苦しい。ここフルーツスノーは雪が空から降ってくる果実のような結晶をそのまま召し上がれ。汗ですよ。ありがとうございます。ジュンクレないんだもんね。確かジュンクレないよね。なかった気がする。
ないぐい。ぬぐい。やばい。メールごめんなさい。もう最後の最後。何がいい？あ、どうしても君が好きだってあるの？あるじゃん。歌ってないよね。この歌歌ってないから歌っとこう。むずいんだよな。でもフル分かんないかも。しかもやばい、フル分からん。作った。ぎこちなくなってしまうよね。僕は僕じゃなくなって自己嫌悪に陥ってしまうんだ。白いシャツがなぜかいつもより眩しく見えて逃げ出したくなるよ。恋はしてもある一つで心なくなるけほきみたいに目の前の愛しさに立ち止まることしかできないのか。踏切の向こうの君に向かってずっと言いたかった僕の想いよ。通り切る電車に書き消されたって君に届くと信じている。どうしても君が好きだ。わからん。2番もし君と出会わずに生きていたらどこを歩いてるだろう。僕はもっと僕らしくありませんでいられたのか。誰にだってなんだって飾ることのない T シャツでいたいな。踏切を渡ろうとしていたら遮断機が降りてきて聞いてた。そこにいるのに何にも気づかない君のままで風に乗って君と聞こえるだろう。わかんないな。遮られたって僕の言葉が呪けたいよ。いつだって君が好きだ。僕らが今生きている間にいくつの踏切を待つ
ことだろう。絶対自分の言いたいことはどこの場所からでもいい、叫べ。でさ、最後のここの部分呼吸するとこないのよ、しんどい。でもなんか歌いやすい。なんか私歌うときにすっごい声が高くなる癖があるんですね。それ直したいなって今思ったから明日頑張ろう高くなる、めっちゃやばい。最後のとこ呼吸できない。さよならじゃない、なさそう、ないんじゃない。最近のカップリング曲って入ってないよね。ない、ピエ。最近だって蜂の巣もないもんね。だってないみたいです。はい、マジでシンプルに虹の列車とか回したどこだっけってなってる。いや、先頭でも最後でもないな明日は。いや、十年桜歌って私もう号泣よ。大丈夫？そんな明日の公演の曲ばっかやってみんな大丈夫？嫌じゃない？ちょっと嫌でしょ、ちょっと嫌でしょ、分かんない。本当？お米では本当はね踊りたかったんだけど、ちょっとうん、部屋が狭くて。うわ、ジュンクレ練習したかったな。なんかいい曲ないですか？あ、ビンゴ歌いたい。ビンゴ大好きビンゴめっちゃ好き。なんか青春って感じしない？ビンゴって。
ワンツースリーフォー、ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワン。わけなんて何もない、紹介された瞬間、稲妻に打たれたの。理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せない。スピードって目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ、今日までは決めくらず待っていてよかったわ。運命を味方に並びる。奇跡にスキップしたいくらい神様に感謝する。風船はいつだって用意されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび息をするのも苦しくなってくる。きっと人の真ん中に目つぶ、きっと人私のハートが盗まれた。きっと人どこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはさ。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ、今日までは決めふらず待っていてよかったわ。運命を味方にララビンドゥ。マジでビンゴいい曲、いい曲好きだ。ありがとうございます。夜間くらいしてたけど、オーマイガトト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 ね、僕たやりたくなっちゃった。でももうできないんですもうできないんです。
もう緊張してる、ずっと。どうしよう。もうずっとこの辺がね、ドクドクしてるの。あ、めっちゃ喉で上がってる。ってやるといいらしいよ。明日は喉飴舐めよう。いやー、なんかね、しんみり系歌いたいんだよ。歌いたいんだけど泣くんだろうな。ちょっと私ありがとうの歌歌えないから歌ってみていい？多分歌えないんだよね、ありがとう。ありがとうないんかい？ありがとうないやん、ないやん。歌おうと思ったのになかった。ありがとうなかった。何が泣ける？みんなからしたら。やっぱあなたがいてくれたからか。もう歌おう、頑張る。私頑張ってみる。ちょっと頑張ってみるわ。この前と同じとこで泣かないだけ、泣かないように頑張って。頑張る頑張る。あ、でも2番わかんないよ。頑張る頑張る。トゥービンもない。マジ泣ける曲ないね。あなたがいてくれたから泣かない。一番だけちょっとやっぱみんなのみんなの気持ちを込めて。私2番わかんないけど分かる。あの日の歌が流れ、笑ったらいいんじゃない？時計が巻き戻されて、こうやって笑ったら涙が止まらなくなった。記憶の宝物、何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた。一番大事なことは前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。やばいやばい、いや、以前の時が流
ば微笑んでいてくれた。歌えたよ。あなたに応援されてこの道を信じてきた。いつかきっと再会して頑張りを褒められない。あなたに応援されてまっすぐに迷うことなく、あなたの胸で泣きたかったよ。愛は遠くて近くて思う。歌う。いけた、耐えた耐えた。大人になれたでしょうか。あの頃のやあ幼すぎて何も言えず我がママを言ってた日々。大人になれたでしょうか。いくつもの涙流してようやくここで帰ってきたよ。そう、この前は最後までいけなかったから。ふう、緊張した。いや、わかんないよ。明日も歌うかもしれないから。歌うかもしれないから。
何歌ってほしい、みんな。もうカラオケ配信もめったにないからね。ね、マジでいい歌多いよ。最後1曲くらい歌っときますか。トゥービーもファンレターもない、カタカナでありがとうもない。全然ないよ。トゥービーあんの？トゥービーならトゥービー歌いたいかも。たたたたちたちあかさったなだたちつてとつあった。トゥービーあんじゃん、大好き。
り返れば今日は今日ってよかったのさ。ダーリン、マジでいい曲すぎへん、この歌いい曲すぎひんか。終わりました。じゃあこの辺でカラオケ配信終わってもよろしくて。早い、まあ歌詞のことを考えて歌うんですけど、歌詞のことを考えて歌っちゃダメですね、これは。あのバグってるんで一瞬止まります。ただいま。そう、明日ね、明日のために喉も大事にしとかないといけないので、ちょっと頑張ります。ただいまです。どうだろう、今日の私はどうですか、可愛いですか、明日なんとかなる。可愛い、本当？眉毛はちょっと下がってる。眉毛上げたい。何がダメなのこれ。まつげバッチリ。リップも買った。化粧品も買った。お顔のここの肉はなくなった。首は細い。エクステは順調。ちょっともうちょっと色落ちしたい。あとはウエストも、うん、細い。ウエストも細いはず。大丈夫か、足細くなった、痩せたならいいか。そう、禁酒もした、ダイエットもした。明日のやつ起こせば明日は完璧。そう、あとは緊張しすぎないこと。ですね。まあでもショールームはできるからな。ちょっとスピーチの内容だけ。考えるね。だから明日みんなにお願いすることは、私のコールももちろんだけど、いろんなメンバーのコールをよろしくお願いします。なんか他のメンバーが楽しん
楽しいと思ってもらえる公演にもしたいから、メンバーみんなを、みんなも私たちがもちろん皆さん楽しめる、楽しむのは、楽しませるのはもちろんのことなんですけど、もう私のファンの方は優しいので何でもやってくれると信じてます。あとは頑張ってレッスンをします。明日は頑張ってレッスンをしますので、な、あとは何やったらいいかな、逆にみんなから何かありますか？何かありますか？楽しむ、ここ一かわいい、どうやってよそんなことってあるって、めっちゃぶりっこで言ってみる、そんなことってあるとか。でも親とかね、家族も見てないと恥ずかしいから気をつけよう、友達も来るから。そんなことってある、高い方がいいのかな、そんなことってあるかな。そんなことってあるじゃない、これじゃない、ここじゃない、あ、もうもちろんメンバーと目合わせるのはもう大前提、私それじゃないとやっていけないんで、なんならファンの方よりもメンバーと目合わせてる時間の方が長い、長くしようかな。長くしようかな。髪型何するか言った方がいい、明日そのドレス着る時とその公演中は変えようかなと思ってるんだけど、言った方がいい、髪の毛何するか、最後は何でしょうね、じゃあお楽しみで、じゃあみんなの予想聞かせて、みんなの予想みんなの予想聞かせて、私はでももうほぼ決まってた、なんかもう絶対これだなって決まってた。決まってたにゃーん。誰も顔面を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル、これじゃ現れない、一番推しの生まれ変わりや、まあお楽しみにしといてください。楽しみにしといてください。じゃあ終わろうかな、早い、終わってよろしくて、明日でもちょっと早起きしたいから、余裕を持つために早め寝て早めに起きようかな。
朝配信する？した方がいい。いや、ちょっとするわ。じゃあ30分だから、私が起きてからでいい。朝っていうか昼くらいにしようかな。11時から12時くらいにするかも。やばいと思う、緊張。今もやばい、もう。リラックスってなんだっけってちょっとなってるから、一旦お風呂でつむつむする一旦お風呂でつむつむするわ。え、11時から12時までなくて、11時から12時の時間帯で始めるねってことだよ。あつ森はね、3日間くらいお休みしてます。今余裕がなくてお休みタイムです。あつ森は じゃあまずは明日よろしくお願いします。多分ショールーム見れない方もいると思うので、あの気をつけてきてください。明日はもう、うん、いや、わかんない、みんなの自慢のおしめになれたかどうかわかんないけど、最後まで悔いなく頑張ります。よろしくお願いします。頑張る、とにかく頑張って、もう一番可愛い状態でいます。頑張る、うん、だからみんなも1ミリたりとも私のことから目を離さないでください泣いちゃった、目離さないでください。もう私に好きをいっぱい届けてください。明日はみんなもいっぱいおいしいご飯食べて喉を潤してから来てね。もう、うん、私もみんなのこと大好きなので、その気持ちに嘘はないので、頑張ります。明日見てくださいね。では13位ゴンさん、12位884さん、11位レリオス陣吉さん、10位ゆうきさん、9位ホスターさん、8位サイトアットマークマヨネーズ&ケチャッピーズさん、7位ひろのりさん、6位あかねちゃん、5位エメンブルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、4位ゆきたんとマークなちゃん大好きなとりどんさん、3位エビサマさん、2位大粒ちゃん、1位いまむーさんです。ありがとうございました。いや、明日はもう泣かないんです、キラキラするんです。私は泣かないです。じゃあおやすみなさい。また明日ね。バイバイ。
イバーイ。バイバーイ。